はいどうも、カバンおじさんです。今日はですね、香川県、四国は香川県の観音寺市というところに来ております。じゃあね、松が生い茂る琴引公園ですね。こちら側には、有明浜というね、広大な、遠浅の海岸があるような公園なんですけど、なぜ、今日東香川市から、ここね、観音寺市に、香川県の端から端までね来たかというと、国産アボカドフェスティバル2022 in 香川ということで、国産アボカドのね、祭典が、今日ここ観音寺市で行われます。熱帯果樹協会の、ね、主催で、国産アボカドの栽培に携わる、方々、の講演をね、聞きにやってきました。またね、いろんなインスタはじめいろんな媒体で、アボカド仲間さんが、いらっしゃいますんで、そういう方たちとのね、意見交換や交流なども、できたらなというふうに思います。一応ね、ドレスコードがアボカドグッズを、一つ身につけるということでね、カバンおじさん今日は、アボカドトートね、引っ提げて、参戦したいと思います。会場の様子とかね、いろいろ、可能な限り、レポートしたいなと思いますし、2日間にわたって行われるんですけど、明日のね、早朝から、水戸のね、アボカドを実際に栽培されている農園さんの見学もさせていただけるという、まあ、大変貴重な機会なので、今日は、今日明日とね、アボカド一色で、頑張っていきたいなと思います。じゃあ楽しんでいきます。はい、ここがね、会場となる、観音寺市民会館になります、ね、アボカドフェスティバルの入場券をね、持っていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありました。ありがとうございます。あ、そうなんですね。すごい。アボカドエプロンを購入しました。あ、こちらです。すみません、ありがとうございます。いろいろグッズ購入しました。仕事にね、使えるアボカドエプロンと、ね、ペンケースとかポーチとか買っちゃいました。娘にね、ヘアピンも可愛いです。苗木でお世話になっているゆすむら農園さんの、果実ですね、ピンカートン、購入しました。こちらもね、後で、食味のレポートしたいなと思います。
大体西口東京の品種を作ってるので、その辺りをですね、紹介させていただけたらなというふうに思います。あと病気とかの話をして、接ぎ木をしてから収穫ができるまでの、まあ、年数。はい、講演会がね終わって、初日のアボカドフェスティバル、終了となりました。明日の朝、観音寺の、水戸に移動して、アンファームさんの、農場の方を見学しに行きたいと思います。いろんなね仲間に会えて、新しい、つながりも増えて、アボカド生産仲間が増えたり、アボカドグッズが増えたり、とても楽しいフェスになりました。皆さんも機会ありましたらぜひご参加ください。